レギオ・モンタヌスは、15世紀のドイツの天文学者。ゲンバイエルン州のケーニヒスベルクに生まれた。ラテン名レギオ・モンタヌスは、王の山の意味で故郷の名ケニヒスベルクを、ラテン語訳したものであるとされるが、異説もある。ラテン名は、ヨアネスでレギオ・モンテとも称した。デ・トライアン・ギュリス・プレイニス・イス・フェリシス・リブリ11歳の、トキライプツィヒの大学に入った。 三年後、オーストリアのアルママータルードルフェナに学び、ゲオルク・プールバッハの弟子となった。1457年にマジュスター・アルティウムの学位を得て、工学と古典文学の講師となった。ハンガリー国王マーチャーシュ一世と、数奇教、ヨハンネスベッサリオンのために、アストロラーベを制作し、1465年教皇、パウルス二世のために人形を制作した。 プールバッハとの研究は太陽中心説の見方を持つニコラウス・クザーヌスの著作にも関心を抱かせたが、プトレマイオスの天道説支持者として止まった。プールバッハの没後、プールバッハが始めたアルマゲストのギリシャ語からラテン語への翻訳を受け継いだ。1461年から1465年までローマのベッサリオンの屋敷でベッサリオンが集めた ギリシャの文献の研究を行った。1464年に三角法の著書で、トライアン・ギュリス・オムニモジェスと、プトレマイオスの天文学大前のバス・イ・ピート・マイン、アルマゲスティ・ターラメを表した。1471年に、ニュルンベルクに移り商人ベルンハルト・バルターの援助を受けて1472年に、プールバッハの著書、惑星の心理論。 セオリーゼノビプラネタラムを出版した。1475年にローマ教皇シクストゥス4世の改歴の仕事のためにローマに招かれた。途中ベニスで一水三歴エフェメリスを出版した。これは後にクリストファー・コロンブスがジャマイカで月食を利用して現地人を騙して危機を脱したエピソードに登場する天文表である。 教皇から霊源スブルク大僧侶としての待遇を受けたが、改歴の約束を果たせないまま、1476年に40歳を超えたばかりで、ローマで休止した。ありがとうございます。